ども赤崎あげましせよ赤星マシマシ TV、 えい、じゃあ今回もラーメン高野目さん川口店に行かせていただいてますので、うん、はい、まあ、川口はね、はい、つい最近まで住んでましたから僕らは。そうっすね、はい、僕らが越してからこちらはオープンしたということでね、まあ、川口はねもう全ての飲食店があると言っても過言ではないぐらい、はい、全てがあります、全てがあります、はい、ゴールドロジャーも行ってたよいやゴールドロジャー川口行ってたんだ、ま、全てをそこに置いてきたと、そもそもで基本メニューですね、はい、まあ、つけ麺がこれからやるということで、そうだ、ね、僕は混ぜそばを、はい、選択している。で今回もね奈良岡ニコチャンネルとの、うん、まあ、コラボで、うん、まあ、ソーシャルディスタンスに気をつけながら、遠いな、遠いんですよね、本当にコラボなのかこれは。まあでもね一緒に同じ角度、同じ角度、あ、これを撮ってました。あーそっかそっか、はい、これですね、ラーメンと混ぜそばで、まあ唐揚げがあるのがね、あ、そうだね、はい、で混ぜそばは追加で、あのガリマヨもあるということでね、はい、で僕混ぜそばですんで、うん、はい、こちら、こんな野菜乗ってたんだ。そうなんすよ、茶色い。僕一応全部ね、マシということで、あの特別マシマシをしてるわけじゃないんですけども、うん、でかいね。で僕ミニなんで、うん、麺量 200g ですけど、この見た目の、うん、このね豊富さ、うん、まあ、いただきますということで、あー、できましたよ。はい、豚ですね、これなんですよ、はい、僕が一番好きなタイプの豚ですね、うん、あー本当ですか、はい、やっぱちょいちょい言ってますけども、はいはい、関内二郎豚ですね、関内二郎豚豚ですね、はい、まあ柔らかさと、あと染み込んでる味がうまいということでね、そうだね、会社ね、はい、非常にね、あと野菜ね、うん、うん、あ、これ上に魚粉がかかってます。あ、そうですね、あ、魚粉ね、まあ、あとそもそもなんですけど、やっぱ高野目とか千里眼とか、うん、なんか野菜単体がうますぎるって 妙にうまい、妙にうまいんだよね、はい、ちょっとこれ解明したいんだけど、本当にうますぎるんだよねこれね、茹で方学びたいですね。そうだね、あ、で麺ですね、はい、やっぱあのわしわし度の高い自家製麺、あ、自家製麺ということでね、やっぱ混ぜそばのタレの絡み合いもなんか抜群ということでね、はいはいはい、あ、でちょっとここで軽混ぜをします、うん、はい、今回紅生姜トッピングをしたんで、あ、いいですね、やっぱこってりとした麺に紅生姜のねさっぱり度もいいんじゃないかということでね、でニンニクを混ぜて、で卵黄ですね、うん、はい、これは元から乗ってる卵黄、あ、これはデフォでありますね、デフォ卵黄、はい、でこれを混ぜまくりましていただきます、絶対うまいこれは、うん、はい、あ、でここでね、ここでご好意により特茶をいただいたということで、はい、3人とも、はい、で僕今までねあんまりあの自分痩せてると思ってた身なんで、あ、本当ですか、はい、ずっと錯覚してたんで、もうおデブちゃんですよ、あ、ちょっと認めたいと思いますけど、うん、やっぱお茶とのね、うん、相性がいいっていうことをやっと分かりました、はい、やっと分かったんだ、やっと分かりました、長かったね、ありがとうございます、今日気づけましたこの時にね、うん、あ、で唐揚げはねもう絶対入れたいですね、うん、僕別皿にしましたけども、まあ、食感とかね、はい、あ、でカレー粉もね入れたんだけど、ね、ちょっと遅すぎたね入れんのかね俺ちょっと、はい、最初に入れたかった、そうだね、味がちょっと強すぎちゃうか、はい、そうだね、はい、やっぱ香辛料って感じの辛めよりもね、で僕がね食べ終わるのが遅かったんで、その様子を聞いてみましょう、はい、まかないとして召し上がれるんですか、やっぱり藤丸系列の岡山の絆ってお店があるんですけど、はい、そこのアルバイト君ずっと仲良しだったんですよ、はい、毎日まかない あのラーメンあげてて、はい、ずっと働いてる間揚げまくってたんですけど、うん、ある日あの諸事情により今日からインスタをやめることになりましたって、はい、なんかあったんじゃないかなと思って、はいはい、だけど僕まだそこ未訪問なんで、はい、岡山を確認しに行くというね、そのうち、あ、芸人さんに言うのもあるんですけど、オチがないんですか？いや、私も今思って、確かに今何の話なんだろう、解明されたと思いましたよね、今ちょっと、ね、違う、これは本当 ね絶対解明したと思った、今の感じだと、え、解明、あ、そこまで言ってほしかった、うん、なるほど、だから、なんかあった理由が出ると思ったの、いや、違う、ただの世間話なんだよ、今のというわけでね、はい、落ち込んでないけどね、あ、そうなの、世間話世間話したわけですからね、なんか最初あんな楽しかったのにと思うんだけど、それによるとあ、まあまあまあ、テンション下がってると、うん、まあまあでもいい感じの雰囲気で、ボスさんしか喋ってないね、喋ってない時間がありますよね、ずっと喋ってる、まあ、そうね、まあそもそもあの僕の食べるのが遅かったからの時間なんでね、あ、まあ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 、まあまあまあ、そうですね、86.5、マシマシレベル86.5、はい、で今回は特茶レベルをいかせていただきました、特茶レベルって何なんですか、はい、ちょっと項目見てなかったけど、あ、まあまあ僕あの二郎がすごいスッと入ってきたんで、うん、やっぱりあの水とお茶がこんなに違うんだっていうのを、いや違うよ、はい、感動したんで今回ちょっとレベルとして入れさせていただきました、項目なんだって聞いてんだよ、あ、二郎との相性と飲みやすさと健康度ですね、はい、
健康度。はい、そうです。いろいろと入ってますね。チェックしてください。まあ今回ねちょっと貸し切りで行かせていただきまして、はいはい、あの昼の部と夜の部の間かな、うん、であのご厚意で撮影しやすいように BGM も止めてくれたりとか、うん、あそうだよね。あとちょっとなのでシャッターも、はいはい、まあ、半分以上、まあ、閉めた状態でやったんですけど、うん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 、あ僕ちょっとコントでしか見たことないことが起こったんですよ途中で。何何もうほぼほぼ閉めてるシャッターの下くぐった状態でお客さんがやってるって言ってて、マジあの人すごいよ、ね、あの人すごいやってるってちゃんと言うんだまあ俺たちが食ってるからなんとなくそういう雰囲気は。でも結構閉まってたよねシャッターね。あれ店員さんによると、うん、完全に閉めた状態で上げて、うん、やってるって来る人もいたし、それこそコントだろだって。いやそれだけやっぱ匂いが漂うから。なるほどね。食べたいんじゃない。なるほどね、うん、やってる感は匂いによってあったのかな。やってないもんな。やってないんだよね。なるほど。まあでもね、そうやって入ってきたりとか、はいはい、まあ、僕らがね、行く前の昼の部の列とかも半端じゃなかったんで、そうですね、やっぱ川口のこのラーメンが、より盛り上がっていくんじゃないかということで、なるほど、はい、確かに。川口またね、訪れたいと思いますので、うん、はい、とても美味しかったです。うん、ごちそうさまでした。ありがとうございました。